ミールから撮影されたチョルノーブイり周辺、チョルノーブ入りは、ウクライナ北部、キエフ州の都市である。日本語では、ロシア語由来のチェルノブイリと書かれることも多い。首都キエフの北方、約135キロメートルに位置し、プリペアチ川に沿う。1986年4月26日に、発生したチェルノブイリ原子力発電所の爆発事故により、 放射性物質に汚染されゴーストタウンと化した。ほとんどの住民は、事故後、よそに避難したままだが、少数の住民は、チョルノーブ入りで余生を過ごすことを望んだため、完全に無人にはなっていない。事故後、の人口は1987年が、最も多く、約1200人、2003年現在300人。人口は、減少傾向にある。 事故直前の人口は10万人以上いたと言われている。チョルノーブイリはかつて、キエフ州のチョルノーブ入リ地区に所属し、地区の主婦が置かれていたが、事故後の1988年にチョルノーブ入リ地区は消滅。現在は南西に隣接するイバーンキュ地区に編入されている。チェルノーブ入り抜いクこの町は、ウクライナの独立により、 ウクライナ語が唯一の公用語として定められて以来、ウクライナ語名のが公式名となっている。しかし、その後も世界的にはロシア語名のチェルノブイリ、いわ小文字。チェルノブイリラテン文字転車の例、チェルノブイリ英語、チェルノブイリの方が知られている。日本語でもソ連時代のロシア語公式名に基づいた表記、チェルノブイリで呼ばれることが多い。日本の政府観光物や、 教科書、報道などにおいても、チェルノブイリで呼ばれている。市販の普及版地図帳でも、ウクライナ語名では表示されていない。ウェブ上あるいは、核問題に関する集会などでも、チェルノブイリと表現されることが圧倒的に多い。2019年7月、在日ウクライナ大使館は、ウクライナの地名の正しいスペルト使用法に関する、公式ガイドと題する記事を、 ウェブサイトに掲載し、英語表記のチャノビルに基づく、チョルノブイリが正しい日本語表記であると主張した。チョルノブイリの黄色場通りチョルノブイリの市役所長の名前はヨモギに、近縁のハーブであるアーテミシアブルガリスのこと。元は、黒いを意味する、コーニッチと、草類は、茎の意味のベイロやとを組み合わせたもの。なお、ロシア語では、アーテミシアブルガリスは、チェルノブイリに行く。 ニガヨモギはポルイーニである。これらが混同され、しばしば、チェルノブイリはウクライナ語でニガヨモギなどと言われることがあるが、正確ではない。チョルノブイリ、ニガヨモギもに、痩せた土壌でも育つため、広く自生している。都市としての歴史は古く、1193年に出された、消門には、キエフ大公ロスチスラフ一世の家門に属する孔子の、狩猟養状館としてその名が現れる。 この時代は農村だったとされる。その後、リトアニア大公国の領地となり、城も築かれた。その後、ポーランド、次に、ロシアの支配下に入った。民族や宗教は多様で、正教徒、カトリック教徒がおり、ユダヤ人の大きなコミュニティもあった。18世紀半ば以降、経験主義のユダヤ教運動、ハシディズムの大きなコミュニティもあったが、1905年、 および1918年に黒百人組らによるポグロムが起こり多くのユダヤ人が虐殺、略奪された。チョルノーブ入りの制度1915年にはドイツに占領された。ポーランドソビエト戦争もこの地で行われ、その後はウクライナ全体がソビエト連邦に取り込まれるが、スターリン時代の1936年にポーランド系住民はカザフスタンに強制移転させられ、 1941年から1944年までのドイツによる占領でユダヤ人コミュニティも消滅した。1960年代にウクライナ最初の原発、シルノブ入り原子力発電所及びその従業員の町プリピャチが郊外に建設されたが、1986年の原発事故でチョルノブ入りの住民も避難させられ、都市としての歴史に終止符が打たれた。 ソビエト連邦が崩壊すると1991年からはウクライナに属している。ありがとうございます。